会計です。今回は流星がついに爆発、系統に疑問も勝利、日本ハム戦レポートということで、本日行われました日本ハム対西武の試合、今日は振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、西武 vs 日本ハム試合レポートということで、今日の試合振り返っていきたいと思います。本日スコアの方は5対2でライオンズが勝利を収めました。まあ昨日ねちょっと負けてしまって、しかもねすっごい嫌な負け方をした中ではあったんですが、まあ今日はねしっかりと勝つことができました。それでは今日の試合、まずどんな感じだったのか見ていきたいと思います。今日の先発は隅田投手と加藤投手ということでしたね。まあ両左腕対決ということでした。でライオンズの方は初回先頭1番バッターの金子選手がいきなりヒットを放ち、今日2番に入った殿崎選手は倒れたんですが、3番中村拓也選手の時に金子選手が盗塁を決めてワンアウト2塁のチャンスを作ります。ただまあ中村拓也選手は倒れてしまったんですが、続く4番のアギラー選手がライトへヒットを放ち、まあ、金子選手本塁に帰ってきました。ただですね、まあ、ライトの万波選手から好返球が返ってきてホームタッチアウトということで、まあ、惜しくもね初回先制のチャンスを逃してしまうような形になってしまいました。隅田投手はね、まあ、今日は本当に素晴らしくて、初回2回3回とたびたびランナーは出しながらもテンポをよく投げて無失点を続けていきます。そろそろ隅田投手を援護したいバッター陣の方は、4回の表2アウトランナーなしからアギラー選手、コルデロ選手が連打でチャンスを作ると、ワンアウト2アウト1、2塁から佐藤龍生選手がライトへ3ランホームランを放ち、まあ、先制ですね。まあ、一気にねこれで3点入ることができた。しかもねこれ2アウトランナーなしからチャンスを作ってね3点奪えたってところ、このね攻撃っていうのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。さらに今続く岸選手もソロホームランを放ち、まあ、この4回一気にね4点を奪うビッグイニング、まあ、この中盤に来て、ね、一気に4点を取ることができたっていうのは非常にこうね試合を楽に進めることができるし、まあ、大きな点になったんじゃないかなというふうに思います。援護をもらった隅田投手の方はね、まあ、その後もどん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 テンポよくどんどん投げていって安定したピッチングを見せて7回無失点でマウンドを降りました。まあ、正直言ってねまだ球数的に100球はいってなかったので、まあ、やろうと思えば8回9回までね投げれたんじゃないかなっていうふうには思いますが、もともともしかしたらプランとしてね100球前後ぐらいで下ろすっていう感じだったし、まあ、結構春先はね先発ピッチャーに無理をさせないっていうのが、まあ、例年の傾向としてはあるので、まあ、その一環で、まあ、7回でストライクを下ろしたんじゃないかなというふうに思います。で8回は本田投手が抑えて、で9回表佐藤龍生選手がフォアボール、そして岸選手がヒットでチャンスを作ると、古賀選手が送って2、3塁のチャンスで、今日は源田選手を途中で下げて、まあ、児玉選手が途中から入っていたんですが、その児玉選手が、まあ、2、3塁でタイムリーを放ち、まあ、追加点を挙げることができました。まあ、ちょっとね4回以降なかなか点が入らない中でね、この9回に最後、まあ、ダメ押しの1点を取ることができたっていうところ、まあ、大きかったんじゃないかなと思います。もうできたらねこのまま5対0で、まあ、試合を終えたいところなんですが、9回裏に登板した水上投手が2点を失い、まあ、途中降板ということになってしまったんですよね。で最終的に、まあ、今日は本当にもう楽にね試合を終えて、まあ、勝ちパターンも投げずでいきたいところだったんですが、まあ、アブレイユ投手を最後投入することになってしまって、まあ、ただねアブレイユ投手はしっかり抑えて、まあ、5対2という形で、まあ、勝利を収めました。まあ、正直言ってね系統だったりとか、まあ、打順だったりとかにはねいろいろ言いたいことは正直あるなというような試合だったんですけれども、まあ、勝利を収めることはできました。はい、それではですね攻撃面の方から見ていきたいと思います。今日もですね結構スタメンを変えてきましたね。1番ライト金子選手、2番セカンド殿崎選手、3番指名打者中村拓也選手、4番ファーストアギラー選手、5番レフトコルデロ選手、6番サード佐藤龍生選手、7番センター岸選手、8番キャッチャー古賀選手、9番ショート源田選手ということでした。まあ、昨日はね西川真奈選手だったりとか元山選手っていうところがスタメンを連ねたんですけれども、まあ、金子選手、中村拓也選手がスタメンに入ってきて、さらにね、まあ、若林選手もちょっと良くなかったところで岸選手も新たに外野の一人としてスタメンに入ってきました。それではどうだったのか見ていきましょう。まずは1番の金子選手ですね。まあ、金子選手一応フォアボールとヒットで出塁をしたというところで、でこのライトフライに関しても結構いい当たりだったので、まあ、ヒットも出ているしいい当たりも出ているし、で、まあ、初回にはしっかりと盗塁も決めたというところで、内容的にはそんなに悪くなかったかなというふうに思います。
まあ、固定するっていうことはねさすがにないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それこそ西川真奈選手だったりとか岸選手とかと、まあ、併用していきながらね、まあ、ちょくちょくスタメンでは使っていきたい一人かなというふうに思いますね。ただやっぱり僕としては、まあ、一番器用っていうところはね正直もやめた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、初回はもちろんヒット打ったしあわよくばね点入っていた場面ではあったんだけれども、まあ、全体的にね成績とかを見ると、まあ、そんなに打つ選手ではないですし、まあ、長打があるわけでもないので、まあ、上位を打たせるっていうよりかはね、まあ、試合に出したとしても、まあ、7、8、9の下位のどっかで起用するべき選手の一人なんじゃないかなというふうには思います。続いて2番の殿崎選手ですね。殿崎選手がね、まあ、昨日今日と、まあ、5打数0安打ということでかなりね厳しくなってきましたね。まあ、やはりねかなりマークはやっぱりね厳しくなってきている。まあ、日本ハムの方も、まあ、おそらく殿崎選手をねこう塁に出してしまうと、まあ、コルデロ選手だったりアギラー選手だったりの前にこうランナーを貯めてしまうので、まあ、点を取られてしまうってことを多分考えているので、やっぱ殿崎選手をかなりね厳しくマークしてきているなというのがこの2試合非常に印象としてあるんですよね。でやっぱりその影響かバッティングの方もね若干雑になってきていて、まあ、最後ちょっとサードゴロもね結構難しい球に手を出して、まあ、あんまり殿崎選手らしくないような凡退でしたし、まあ、ちょっとこのね2連戦で調子を崩してないかっていうところがね心配になってきてはいます。ただまあセカンドゴロはねピッチャー強襲のセカンドゴロだったというところでかなりいい当たりは出てきてはいるので、ちょっとねまたこれ明日以降立て直していってほしいなというふうに思います。で、はい、3番の中村拓也選手見ていきましょう。中村選手がねやっぱりちょっと状態がね、まあ、この中だと一番悪いかなというふうに思います。復調の気配がなかなか見えないし、まあ、正直言って3番起用するべき選手では今はないかなというふうに思いますね。まあもともと春先ねあんまり調子良くないですし、大体ねあの5月ぐらいから、まあ、上げてくる選手ではあるので、まあ調子が上がるまではもちろんチームに絶対必要な選手ではあるんで、まあ5番か6番かぐらいで、まあ、調子を見ていくか、まあなんなら昨日みたいにマギラーだったりコルデロあたりを指名打者に置いてスタメンから外す、まあ、栗山選手を使うっていうのもどんどんねやっていっていいんじゃないかなというふうに思います。続いて4番のアギラー見ていきましょう。アギラー選手はね今日もまあ素晴らしい活躍でしたね。まあ、2安打っていうところもそうですし、まあ、デッドボールもね、出て、まあ、3回出塁したということでした。で、まあ、アギラー選手のやっぱ今日すごいなと思ったところは、まあ、外国人バッターしかも右打者っていうところで今日はねアンダースローの、まあ、鈴木健也投手の対戦があったんですよね。かなり、まあ、アメリカでは馴染みのない形のピッチャーだと思うし、まあ、難しかった部分あったと思うんですけど、その鈴木選手の、まあ、いろんなボールにしっかりとついていって球数を投げさせて最終的に6球目あたりでね、まあ、インコース村本のボールが来て当たってしまったということなんですけれども、まあ、本当にいい対応を見せているなというのが、まあ、ここ最初ぐらいの印象ですね。まあ、球数やっぱ投げさせられているっていうところと、まあ、いろんな球にちゃんとついていけてるっていうところがねかなり期待できる部分かなと思います。やっぱりアギラー選手はどちらかというとやっぱ軽打をしていくタイプで、まあもちろんホームランのところも期待できる選手ではあるんだけど、ここまで見る感じ割とアベレージヒッターみたいなイメージなんですよね。だからまあもちろんアギラー選手のランナーなしの状態で長打を狙うっていうのもありだとは思うんだけれども、やっぱアギラー選手の前にね走者を貯められるような打順を組んでいきたいところかなと思います。まあランナー2塁ランナー3塁でアギラー選手に回ってきたら確実に絶対ヒット1本打ってそれで1点取れるって打順が組めると思うので、でこの中でやっぱり金子選手、殿崎選手、中村拓也選手、まあ、金子選手は今日出たけど、まあ、殿崎選手特に中村拓也選手がね今あんまり状態良くないので、やっぱアギラー選手の前には状態いい選手を絶対置いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、ここ4番固定っていうふうにもずっとしてるから動かさないんですけど、なんならもう3番だったりとかねそういうちょっと打順を変えるっていうのもやってみてもいいんじゃないかなというふうには思いましたね。はい、続いてはコルデロ選手見ていきましょう。コルデロ選手はね今日苦手な左ピッチャーからっていうことだったんですが、しっかり1打席目に軽打でヒットを打ったっていうところ大きな収穫だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、今後もさらなる適用っていう部分ね期待していきたいと思いますね。まあ、左ピッチャーから打ったっていうところはね本当にまあ今までではなかなかない光景だったので、うん、大きかったと思います。はい、続いて6番の佐藤龍聖選手ですね。佐藤龍聖選手もね素晴らしい活躍を見せました。もう今日のヒーローは佐藤龍聖選手と言っても過言ではないくらいですね。まあ、ホームランっていうところももちろんそうですし、まあ、PPA5.3 っていうところでやっぱコンスタントにもう球数をとにかく投げさせることができるっていうところで、あとはまあほとんど空振りもね三振も少ないんですよね。今日でね多分フォアボールが4個三振2個で、まあ、BBK の方も 2.0 になったと思いますし、まあ、ちゃんと長打が打てるってところもね今日証明することができました。もう6番で使ってる理由が正直よくわかんないし、あまりにももうもったいないとしか言いようがないんですよね。うん、今一番もう彼が、まあ、ライオンズの中で得点を捻出する可
能性を秘めている僕は選手だと思っておりますので、もう絶対に1番から3番のどっかしらを打たせるべきかなというふうに思います。だここら辺の打順の変更のところちょっとね明日は期待していきたいかなというふうに思います。はい、続いてこちらも今日スタメン起用されたキス選手ですね。キス選手も今日2安打1本塁打ということでしっかりと結果を残しました。まあ、昨日もね言ったと思うんですけど、キス選手はねもともと指標的にねちょっと運が悪い部分があって、もともとポテンシャルとしては非常に高い選手なんですよね。打球速度も速いですし、まあ、結構ねパワーもある選手ということで、だからね打席を与えればね僕それなりの数字はね残せるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、しっかりと今日スタメン起用したら、まあ、打ったということですよね。まあ、なので、ね本当に今日アプローチも見ても、まあ、なかなかボール球にも手を出さないですし、ちゃんと際どいコースにもついていってファールも打てるしっていうことで、内容面も非常に素晴らしいので、まあ、正直言ってしばらくもスタメンでずっと固定してもいいんじゃないかぐらいの選手かなというふうに思います。また明日以降の活躍も期待していきましょう。はい、続いては古賀選手ですね。古賀選手もねちょっと昨日は打席が崩れてきているって話したんですけど、今日はね本当古賀選手らしい素晴らしいバッティングだったと思います。まあ、ボールをねちゃんと選んで、でしっかりヒットも逆方向に打ったというところで、まあ、初めてね今シーズン2回目ぐらいちゃんとフォアボールを選んだというところも良かったかなというふうに思いますね。で古賀選手に今日バントさせたんですけれども、まあ、正直ね古賀選手やっぱ今のこのライオンズのメンバー見る限りだとかなり打つ方の選手にはなってくるし、アプローチもいいので、まあ、バントさせるのはちょっともったいないんじゃないかなと思います。特に古賀選手の後ろにもっとね強打者が控えているっていうのは分かるけど、まあ、結局今日の打順見ると源田選手、金子選手っていうところで、まあ、あんまりそんな長打期待できないし、特に古賀選手これバントさせたケースっていうのは次小玉選手なんですよね。そしたらなおさらねそんなにやっぱ大きいのは期待できないわけじゃないですか。まあ、結果的にもちろんヒットは打ったんでよかったんですけど、まあ、そういった部分を考えると古賀選手に、まあ、バントっていうのはちょっともったいない気もするし、まあ、そこら辺はやっぱり古賀選手にバントさせるんだったら古賀選手の後ろにはもっと打てる選手をね置いておくっていうことが必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、ここら辺のちょっと作戦もねもう一度考えてみてほしいなというふうに思いますね。はい、続いて9番の源田選手ですね。源田選手はね今日しっかりと球数を投げさせたっていうのもありましたし、まあ、ヒットも打てたので、まあ、今日はね9番ってところでやはりねちゃんと9番の方が仕事はしてくれるなという印象ですね。あと、まあ、これもちょっと古賀選手と重なるんですけど、まあ、源田選手も比較的やっぱ打率は高いしね、それなりに打つ方の選手なんですよね。で、その選手にバントをさせるのに、まあ、金子選手に得点圏で回すっていうところが、やっぱちょっとよくわかんないなっていう部分が正直感じた部分でした。まあ、源田選手を9番に置いてバントをさせるのであれば、やっぱ1番バッターにじゃ打てる選手をやっぱ置いてほしいんですよね。それこそ佐藤隆成選手だったりとか、まあ、岸選手とか殿崎選手をね、置くっていうんだったらまだわかるんですけれども、金子選手を1番に置いた中で9番の源田選手にバントをチョイスするっていうところはちょっとこれも作戦としてよく分かんなかったなというふうには思いました。はい、続いて最後途中出場の児玉選手ですね。児玉選手本当に途中出場で素晴らしい活躍を見せてくれました。まあ、今後も源田選手のバックアップとしてね期待していきたいなというふうに思いますね。まあ、2軍ではねそんなに打撃内容よくあったわけではないのでどうなのかなっていう部分があったんですけど、しっかりと1打席で結果残したのは素晴らしかったですね。ただやっぱり変化球の対応っていうところはね今日もちょっと落ちる球空振ってしまったっていうのがあって、まあ、今年の児玉選手の間違いの課題になってくるので、ここはやっぱりもう少しねできるようになっていってほしいなというふうに思います。で、元山選手がまあ昨日スタメン出てちょっと結果を残せなかったっていうところで、まあ、若干ちょっとねピンチになってくるかなっていうふうに思いますね。まあ、一応2軍の方を見るとね、まあ、山村選手だったりとか、まあ、山野辺選手ってところがね内野では結構いい状態キープしておりますので、まあ、もしかしたらここら辺と入れ替えっていう可能性もなくはないかなというふうに思います。こういった部分も今後注目していきましょう。はい、続いてピッチャー陣見ていきたいと思います。今日はね隅田投手がまず先発だったというところで7回無失点ということで、まあ、ハイクオリティスタートは素晴らしいピッチングだったと思います。で、まあ、隅田投手は前回ちょっとまっすぐなかなか球速出なくて、確か平均143キロとかだったんですよね。で、最速も147がマックスだったと思うんですけれども、今日はね平均をまあ前回よりも3キロほど上げて、で最速もまあ2キロほど上げてきたということになりました。まあ、まっすぐは良かったと思うんですけど、今日全体的な調子は僕そんなに良くなかったかなというふうに思います。やっぱ隅田投手といったらね、スプリットとチェンジアップで空振りを取っていく、でそれで三振を量産していくっていう投球スタイルなんですけれども、今日はスプリットの空振り率が 11.1%、 まあいい時は本当にこれ 30% とか何なら 50% とか行く時もあるんですけど、まあ今日は 11.1% で、チェンジアップに関しては空振りなしということで、この決め球2つが今日はあんまり機能しなかったってところでちょっと苦しかったかなというふうに思います。しかしその中でもちゃんとまっすぐをねコーナーに決めて、まあ、インコースのクロスファイアで三振奪ったシーンもありましたし、あとは緩急のカーブもうまく使って投球組み立てていって、まあ、どちらかというと打たせて取るようなピッチングっていうのを今日はしていけたかなというふうに思います。
ますね。まあ、今日調子悪い中でも、まあ、これだけのピッチングできたっていうことは、まあ、まだまだ僕彼の実力はこんなもんじゃないなっていうふうに思っておりますので、もう次回はねさらなる高騰ってところを期待していきたいなというふうに思います。はい、それでは本田投手見ていきたいと思います。本田投手はね1回無失点ということでした。まあ、本田投手に関してはね今日やっぱ連投の影響もあったのかそんなに調子は良くなかったかなと思いますね。今日多分空振りが1球もなかったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そもそもねやっぱ今日投げさせられてしまったことがねかわいそうだなというところですよね。まあ、本田投手といったらもう正直言って7回の今セットアッパーを任せる選手の中で8回4点差の場面で投げさせる必要があったのかっていうところなんですよね。他にね、まあ、ピッチャーいたし、まあ、4点差があればね別に抑えられるピッチャーってたくさんいると思うんですけれども、その中でちょっと本田投手をチョイスした、まあ、この首脳陣の起用法ってところは、まあ、若干疑問が残るかなというふうに思います。でこれで、まあ、昨日の試合も本田投手投げてるし、まあ、今日も投げてるのでこれ明日の試合はもう本田投手使えないんですよね。で明日はまあ先発一応松本航投手っていうことで、さすがに松本航投手が、まあ、投げれても7回かなというふうに思います。まあ、7回まで投げてくれたら本当にいいんですけれども、まあ、前回5回で降りてるし、まあ、日本も今結構打線活発なので、まあ、割とねそんな本当に5回6回、まあ、6回7回投げれるかどうかの期待ってそんなに持てないと思うんですよね。そうなってきたらやっぱり本田投手もセットアッパーとして、まあ、明日は必要になってくる存在かなっていうふうに思うんですけれども、これでも明日本田投手をね使えなくなってしまったので、そこら辺はちょっとねどうするのかなっていうのは疑問が残る部分かなというふうに思います。はい、それでは最後水上投手ですね。一応アブレイユ投手も今日投げたんですけど、まあ、アブレイユ投手2球しか投げてないということで、ちょっとアブレイユ投手に関しては割愛させていただきます。で水上投手が最後ということになります。はい、水上投手なんですけれども、まあ今日はね4点差リードの、まあ、9回に投げてきたと、5点差リードの9回に投げてきたというところで、まあ今日は良くなかったですね。まあ、前も言ったんですけど、やっぱり水上投手はもう押し込めるようなボールっていうのがやっぱないんですよね。まあ球速も 142.7 キロが今日アベレージですし、まあ球威もめちゃめちゃあるっていうわけではなくて、もうスライダーシュートでかわしていくようなピッチングになってしまいます。で今日はまあちょっとねコーナーに決めたいいボールのシュートとかがなかなかちょっとストライク取ってもらえなかったりっていう不運はあったんですけども、やっぱ結局その中で甘く入ったら打たれてしまうっていう、まあ、いつものパターンなんですよね。まあ、やっぱ球威球速不足っていうところは正直否めないですし、まあ、前回も結局その甘く入ったシュートを守り留め選手に打たれて、まあ、失点してしまったっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、正直このまんまだと、まあ、競った場面だったりとかとても投げさせることができないし、まあ、基本的な火消しを任されるピッチャーだと思うんですけど、やっぱランナーいる場面とかでもねちょっと怖くて投げさせられないなっていうのが、正直最近の水上投手を見ていると印象になります。まあ、もちろんコントロールってところをもう少し確率で上げていくしかないし、まあ、それだったらもっとまっすぐのねキレとかを上げていく、もうこのどっちかになってしまうかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっとこのまんまだと、まあ、正直厳しいかなというところですね。まあ下ではね一応ヤン投手も今日いいピッチングしてますし、まあ、浜谷投手もまあ中継ぎでねちょっと昨日いいピッチングしたっていうのもありましたし、まあ、あとは平井投手田村投手のところ、まあ、平井投手はちょっと打たれてるんでよくないですけど、まあ、田村投手はね結構状態良くなってきてるので、まあ、そこら辺ともう全然入れ替えっていうところも正直あるのかなっていうふうにも思います。このカード終わって二軍落ちをしても全然おかしくない立場かなっていうふうに思いますので、ちょっとここら辺はね今後頑張ってやっていってほしいなというふうに思います。であとはまあ最後ね今日アブレイユ投手を投げさせたっていうところで、まあ、2アウト3点差リードで、まあ、一応セーブはつくけどね正直アブレイユ投手を投げさせる必要があったのかってところもね、まあ、疑問かなっていうふうに思います。まあ、幸い2球だけで終わったので、まあ、明日はなんとかギリ投げさせることできるかなっていうところではあるんですけど、まあ、昨日もね結構球数投げて、しかも昨日かなり出力上げてね投げていたってところもあったので、間違いなく疲労はねあると思うので、ちょっとここら辺の系統もねどういう風に今ブルペン運用していくのかってところが、まあ、疑問残るかなというふうに思いますね。下手したら明日はもうアブレイユ投手と本田投手使えないぐらいの、まあ、気持ちでいかないと、まあ、いけないかなっていうふうに思うので、そうなってくるともう本当に佐藤投手だったりとか甲斐野投手ってところぐらいしか正直信用できるピッチャーってあんまりいないと思うんですよね。まあ、マメラ投手もやっぱちょっと怖いし、まあ、マスラ投手はねまだなんとかいけるかなっていう部分ではあるんですけれども、ちょっとここら辺がどうなっていくのか、まあ、下の系統が非常に心配だなっていうのが正直な部分ではあります。まあ、何はともあれね勝ったのは良かったので、やっぱりカード勝ち越しってところは絶対していきたいので、明日はまあちょっと松本航投手なのでどうなるか分かんないですけれども、まあ、前回ねちょっと苦しい登板になったので、明日はねしっかりといいピッチング、せめてクオリティスタートをやってほしいなというふうに思いますので期待していきましょう。以上です。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございます。